多かったりいろんなところで言われるんですけど、であくまでもこれ僕の中でどういうふうに今考えているかっていうような話をに、まあ、なっちゃいますけど、まあまあ札幌ドームでゲームはできる、札幌ドームっていうのは見ての通り本当にこう素晴らしいスタジアムではあると思うんだけど、素晴らしいがゆえに今のうちの規模だとちょっとこうコストかかっちゃう、でプラスさっきもちょっと話しましたけど、 J リーグの決まりでやってもいいよっていう基準を満たしているスタジアムは北海道にはここしかないんですね。でそのスタジアムで 80% 以上試合をしなきゃいけないというルールがあるので、今年の J2 でいうと17試合は絶対ここでやらなきゃいけないんですよ。で17試合を一応はめてはいるんだけれども、現状やっぱりドームって、まあ、野球があったりコンサートがあったりなんかいろんなものがあったりして、土日に17試合出てもらえてないんですね。でいろんな状況をやっぱり考えると、やっぱり自分たちでなんとかやっていける、まあ、自分たちで運営もできるし、特にサッカー専用のスタジアムっていうのはないとやっぱりクラブも大きくならないし、まあ、見てる人たちにとってもいい環境ではないと思うので、そういうスタジアム、まあ、そういうスタジアムというのは2万人ぐらいの規模でサッカー専用で、まあ、臨場感があってサポーターと選手が本当になんかこう一つになりやすいような、でまたはライトな人たちが見ても近くでプレーが見られて、そのスポーツすげえなっていうことを感じてもらえるようなスタジアムを作りたいというふうな、まあ繰り返すけど僕の中でビジョンはあります。で、実際にどういうふうにしたらできるかっていうことを、うちのスタッフも含めて、いろんな機関をこう巻き込みながら研究もしています。まあこれはもうあくまでも、まあ、ビジョンというかこうなんだろうな、まあ、僕の中での今のイメージでは5年後ぐらいには出来上がってほしいぐらいな感じで今準備をしているのはまあ事実です。じゃあまあね、そんな簡単にできるようなものでもないし、まあ100とか200とかっていうような億ね単位のお金がかかることなので簡単ではないかもしれないですけど、まあ、コンサドーレっていうことをこの先どうなっていこうかってことを考えた時にはもうそういうスタジアムがあるのとないのとでは全然変わってくると思います。まあ後でまたそれは経営のところでも若干触れることがあるかもしれないですけど、そんな状況です。で圧別は回収はっていうことですけど、まあ、圧別を市の持ち物でじゃあ行政がやってくれるかというと、まあ、そんな簡単な話ではないし、次にやっぱり作るんであればもうこれサッカー専用じゃないと意味がないんで、じゃあ厚別をサッカー専用にできるかというとやっぱりあそこは陸上っていうことをメインに考えられているところもあるので、結構難しい問題なのかなというふうにまあ思っています。もうちょっとです。あと1つ2つぐらいです。クラブの今シーズンの目標はっていう質問ですけど、まあ、これ結構難しいですね。これもまたクラブっていう、まあ、例えばじゃあ僕のクラブとしての目標はもうこれは絶対的に黒字にしなきゃいけないっていうことですよね。まあ、ほとんどの方がなんとなく分かっていらっしゃるのかもしれないですけど、まあ、例えば今年2000万円ぐらいの赤字になっちゃうと、たった2000万円でももう J リーグから排除されてしまうので、まあ、そこは絶対的にもう守っていかなきゃいけないというところが、まあ、一番のことですね。でプラスもうここからの半年間ぐらいとか、まあ、数ヶ月間は、まあ、来シーズンの準備をしないといけないんですね。来シーズンどういうその方々、まあ、スポンサーも含めた人たちとどういう準備をするか、
で、まあ、今年よりも来年の方が、まあ、プラス伸びていかなきゃいけないので、まあ、その準備もしていくということを考えると、まあ、今シーズンの目標ではあるけれども、クラブとしては来シーズンこうなるであろうということをしっかりとこう見せていく準備をしなきゃいけないというのが、まあ、クラブ側の一つの、一つのというか、これは一番大事なところです。でプラス多分これ聞きたいのはそのチームの目標ってどうなんだっていうことなんだと思いますけど、僕は、まあ、今の順位とか勝ち点とか、それから、まあ、選手の質なんかを考えても、プレーオフはこれはいける目標だと思ってます。まあ、今日何回も言ってるかもしれないけど、今いる戦力のその最大値を本当にこううまく出していければ、まあ、残り14試合かな、まあ、8勝以上がノルマになると思いますけど、そのぐらいの数字は残せると思っているので、まあ、チームとしては、まあ、その辺はしっかりと、まあ、もう当然彼らも、まあ、我々もそうだけど目標にはしていると思いますけど、現実的な目標としても十分やっていけるんじゃないかというふうに、まあ、思ってます。これ最後です。若手選手のプライベートっていうのは、なんか僕あの全部いろいろ一応目を通しましたけど、あったのがこれもまああれですね、オフの、確かにオフの前の日にコンサドーレの若い選手が、言うと怒られそうだけど、まあ、まあ女の子と、まあ、なんか遊んでましたみたいな、それでいいのかみたいな感じの多分あの問い合わせというかのメールだったと思うんですね。もう簡単に言うと、僕はもうそれはいいと思います。でもちろん毎晩なんか飲み歩いて遊んでプレーがおろそかになるなら、それはもう自然とそういう選手は消えていけばいいだけの話だと思うんですね。で例えばグラウンドと家の往復で本当にストイックにサッカーに取り組むっていうことは、もちろんなんとかこう聞いた感じ美しいかもしれないけど、それだけじゃ絶対強くもうまくならないと僕は思ってます。どういうことかというと、若い選手特にちっちゃい頃からサッカー本当にグラウンドと家の往復しかしてこなかった子たちって、やっぱりこう世間の感覚が分からなかったり、社会性がなかなかつかなかったりっていうところは結構あるんですよ。で上手くなって戦える選手っていい選手だなっていうのは、やっぱりこう人間力のある選手なので、まあ、僕はもうどんどん外にこう出ていって、いろんな業種とかいろんなこう生き方をしてる全く違う世界の人としっかりとこう触れ合うような環境がないと、まあ、それの一つに、まあ、女の子と遊ぶってことも、まあ、それも一つでしょう。だから僕は全然いいと思ってます。逆にこのクラブ側からも、例えば若いやつを連れて全く、例えば僕の知り合いの全く違う仕事をして頑張ってる人たちと、例えば飯食わせたりしながら、こういろんな刺激とかいろんなことを若い選手には与えてあげるっていうこともやっていかないと、サッカーもまあうまくならないかなっていうふうに僕は思っています。でもあんまり遊んでる選手がいたら、怒ってやってください。それはもう全然それで構わないと思います。はい、ここまで一応多かった質問をに、お答えしましたけど、まあまあまだちょっとこう分からないとか足りないとかっていうところがあるかもしれないんで、最後になんかこうこの場で分からないこととかも含めて、また質疑応答でその差を埋めたいと思います。でここからクラブの現状とこれからを話したいと思います。でこれって例えば
本当にこうフラッとコンサドーレの試合を見に来るっていうような感覚の人、ライトな人たちには全く多分関係ない話だと思うんですけど、まず最初に言いましたけど、皆さんと一緒にじゃあクラブを作っていくっていうようなスタンスで、まあ、僕はコンサドーレあるべきだと思うので、もう一回こう確認になったりするところもあるかもしれないですけど、みんなでこう足並みを揃える上でもコンサドーレの歴史も含めてちょっと見ていきたいと、今まあジャイアントキリングってありますけど、やっぱりこう俺らはまだまだこうちっちゃなクラブでどんどんこう強く大きくなりながら強い相手を倒していかなきゃいけないっていうことに関しては、あ、なんとなく皆さん分かってくれているかなとは思います。次に行くと、その今日たまたま相手が岡山っていうこともあるので、現状の立ち位置を数字でこうちょっと見てもらいたいんですけど、これは去年の数字です。今年の数字はまだ出てないので、だいたいこう同じぐらいの規模のクラブだなと思うところは、まあまあ今日の岡山だったり、まあ、横浜 FC だったりするですね。まあ強化費は、まあ、うちよりも1億円ぐらい多く使ってますけど、っていうところが、まあ、ライバルというか、まあ、似たような状況のクラブで、右の4つは J2 ではあるけれども、まあ、圧倒的にでっかいクラブっていうことに、まあ、なりますので、まあ、見ても、まあ、強化費のところで、まあ、見てもらえれば、まあ、コンサドーレが4億円に対して、例えばもう岩田とか大宮とかセレスなんか、まあ、17億14億っていうようなチームを相手にどう勝っていくかっていうことをやらなきゃいけないような、まあ、状況だっていうことですね。で次行くと、まあまあ大体そういうチームっていうのは、今右の方にあったでっかいクラブっていうのは、まあ、これ今の順位ですけど、まあ、やっぱり普通にそうなっていくわけですよ。で次いきますか。でじゃあなんでコンサドーレってそもそも強化費がいつまでたっても増えねえんだっていうことですけど、これ20年間コンサドーレ、まあ、20年やってますよね。でいい時もあったなっていう感覚を持ってる人たちもやっぱ中にはいると思うんですよ。でそれはどんなことがじゃあ20年間あったかっていうと、123はこの20年を大体3つにざっくりと分けることができるんですね。で、まあ、チームができた96年から、まあ、3年ぐらいまでの間っていうのは、まあそこにあるように30億円をマイナスしてもいいやぐらいの収支は全くこう考えることなく選手に、まあ、お金を使ってきたんですね。で、まあ、うまくいったシーズンもあれば、まあ、そうじゃないシーズンもあるんですけど、まあ、ただまあそのマイナスを気にする必要が、まあ、なかったとは言えないけど、まあ、気にしなかった時期ですね。で2番目がだいたい2004年から8年ぐらいのシーズンは、これまあ道とか市から、まあ、特に道からの補助金もあったりして、補助金だけでも多分 2.5 億ぐらいは毎年あったんですね。でプラスこの頃多分山瀬とかコントとか、昔は結構国内の移籍金も日本人選手も高かったので、まあ、1億2億っていうような収入も、まあ、たまたまあった。で8年9年に関してはまあ、某家具メーカーもスポンサーを2年間やってくれたりして、まあ、そこでまあ2億円ぐらいこうあったので、まあ、マイナスになるシーズンも多いんですけど、まあ、まあ使えたと。で最近の3番目ですけど、じゃあ9年から11年どうだったかというと、8年の時点でもうその大きな補助金とか移籍金とかまあなくなったわけですよね。で本当にもう多分もうこの頃から終わりに近いような感じだったんですよ。だけどダビとかダニルソン、誰だと、ダイゴとか、
で、この3年間で移籍金だけで多分7億円近く、まあ、収入があったんですよ。まあまあ言ってみれば特別な収入ですよ。で、僕はもうこのシーズンでクラブがもう本当に、まあ、潰れる、または潰れるぐらいまでいかなかったのは、まあ、強化スタッフのおかげだと僕は、まあ、こっちに入ってからまあ思いました。で、いよいよ11年になって、もうダニルソンの移籍金も11年で使い切っちゃって、12年もどうにもならない状況になるはずだったんですけど、11年に昇格したんですよね。昇格をして J1 に上がると J リーグからの分配金も増えたり、実際にお客さんも増えたりして、まあ、なんとか12年は、まあ、維持はできたんだけれども、これちょっと表にはないですけど、11年 J2 の時に J2 でまあ3位になって上がるじゃないですか。その時に使った、さっき見せたの強化費はだいたい 4.5 億円ぐらいなんです。で、12年に J1 に上が、あ、ごめんなさい、11年に使った強化費 4.6 億円ぐらいで、 J1 に上がったにもかかわらず次のシーズンは 4.5 億、去年、その前の年よりも少ない金額で、なおかつ十数億円のクラブたちに戦えるようなチームは、僕まあまあこれもう結果論かもしれないですけど、数字的にはもう不可能なような状況をやっぱクラブは作ってしまっていたっていうことなんですね。で、まあ次、まあ今はもうクラブライセンスの問題もあって、もう債務超過になったらまあ一発アウトだし、現状もう赤字を出すようなこうお金の使い方は基本的にはできないっていうような状況を、まあ11年12年ぐらいでまあコンサドーレとしてはまあ迎えていたと。で、まあここからはまたちょっと今までもあんまり話してない数字ですけど、僕社長にまあなりそうだっていうのが分かったのが12年の、まあ、12月の頭ぐらいなんですね。で、その時になりそうだっていう感じになって、まあ、三上に一番最初に言われたのは、今来年はもう強化費を 1.9 億でやらなきゃいけないような状況になってると、なっていうようなことをまあ言われたわけです。まあこれって、まあ、1.9 億ってどんな感じかって言えば、トップチーム大体スタッフも含めて大体50人ぐらい、選手スタッフで50人ぐらいいるんですけど、まあまあ50人で割れば分かると思うんですけど、大体300何十万円の選手たちを揃えなきゃいけない。で、当時の状況だと、例えば複数年契約をしていた、まあ、あの時だったら誰かな、まあ、内村とか宮澤とか前田とかかな、川合隆二とか、まあ、そういう選手たちには契約はあるんだけれども、今のうちじゃもうどうにもならないよっていうことをしないといけないぐらいの、まあ、状況になりそうだったってことですね。で、まあ、今話しましたけど、もしあのままやっていたら強化費2億円っていうのはどんな感じかっていうのは、まあ、これは、今の J2 の中で、まあ、こういうチームになっててしまったとしたら、まあ、J2 の残留を争うようなことしかこうできないような、まあ、まあ次のページ行ってもらって構わないんだけど、チームになっちゃう。まあ、大体今のチームがこんな感じですっていうことは、まあ、あんまりこう金だけで決まるとは思わないっていう気持ちも僕の中にはあるけれども、現実そういうクラブに、まあ、なりそうだったっていう、まあ、もうそこまでコンサドーレってもう落ちっこってきちゃってたんですよね。で、まあ、なんでじゃあさっき 1.9 億円にしなきゃいけないっていうような判断をその以前のクラブは選択しようとしたかっていうと、やっぱ身の丈に合ったもので、経営を赤字を出さないってことになると、もうそのぐらいのお金しか使えないっていうこと
を選択しようとしてたんですけど、まあ、僕は全然そういう選択をしようとは思わなかったので、まあなんとかじゃあ、まあみんなで力を合わせて稼いでいこうよっていうことで、まあ 1.9 億円になりそうっていうのも、13年にはまあじゃあ3億円でトライをしたと。でもしそこでそのちっちゃなクラブとして生きていこうっていう選択で始めたとすると、やっぱり他の地域とか他のクラブからすると本当にあのクラブがなんか強そうだとか魅力的だっていうものがなくなってっちゃう、あそこのチーム行きたいなって思う選手が少なくなるとかっていうようなことは、もうこれは圧倒的にクラブにとってはマイナスなので、まあこれはちょっと手前味噌かもしれないけど、クラブのスタッフは本当にこう足りないところもあるかもしれないけど、この13年からは3億4億5億って売り上げを上げながら強化費を上げるっていうようなことを本当によくやってくれているなというふうにはまあ思ってはいます。まあ、この間その終わりかけた中でも、まあ指示とか否とかをこう取りながら、上を目指せるような空気を持ちながら、こう債務超過もまあ解消できて、まあクラブは続いていくんですけど、まあ言ってもそれでもジャイキリの状態はまあ変わらないわけですよね。じゃあどうするかっていう、まあもう一回、あれどうした、まあここいいや、ここ飛ばしてください。まあコンサドーレ、まあ皆さんも同じ思いだと思いますけど、昇格できないし定着できないじゃない、どうやったらじゃあ昇格できるのかっていうことですけど、今の例えば、ね、今年5億円ぐらいでやってますよね。で5億円ぐらいでやってると多分10年に1回とか5年に1回ぐらいは、まあ、昇格はできると思います。だけど落ちるんですよ。でもそういうクラブにはしたくないので、上がってどうやって定着できるかっていうことを考えると、まあ、あれ今出てる数字は左が今期の大体こんな感じで推移していきますよっていうような数字ですね。で、まあ、僕の将来の予算って書いてありますけど、まあ、大体5年以内にはこのぐらいの規模のクラブにしていかなきゃいけないし、そうしていきたいと思います。広告6億、今今年大体6億4000ぐらいなんですけど、6億4000っていうのはコンサドーレの20年の中でもうマックスです。あの某家具メーカーがいた時よりも、それが抜けてもまあここまでこう協力してくれる人たちはまあ増えてきています。で、まあ、あれ見る通りやっぱり入場料収入をどんだけしっかりこう増やしていくかっていうことをやらないと、どっちにしてもまあ、グッズであったり広告であったりというのは増えていかないので、まああの辺をやっぱり2億円ぐらい増やさないといけない。2億円増やすっていうのはどのぐらいかっていうと、大体今シーズンのまあもうベースに言うと、まあプラス 4、5000 人常にこう入ってもらえるようなゲームでのその入場者を作っていかないと、そういうクラブにはならない。しっかり定着できるようなクラブで、しっかり定着できるって今ちょっと言いましたけど、それでも足りないんですよ。これだいたい新潟とか仙台っていうのは札幌と同じようなその地方の都市で、なおかつ一社で10億円ぐらいを出すようなクラブ、あのスポンサーがないけれども、こうやれているというか J1 で定着しているようなクラブですね。まあ、まあそれでもやっぱり J1 の平均からすると強化費なんかもまだまだ少ないんだけれども、やりようによっては札幌もこのぐらいまではいけないとおかしいよねっていうふうにまあ僕は思う。で一方でまあ真ん中鳥栖
が入れてあるのはやっぱりこの数年で本当に小さなクラブだったけれども J1 である程度こう定着できるんじゃないかっていう姿を見せているクラブですよね。この間コンサドーレが上がった時さっき話しましたけどコンサドーレは上がったけれども、まあ、4.5 億ぐらいで J1 を戦ったわけです。その時に2番目に少なかったのが鳥栖で 6.何億円で 6.何億円で残ったのは本当に素晴らしいと思うんですけどじゃあ次の年も 6.何億円でもしやってたとしたら多分ここにはいないと思うんですね。で彼らはもうその後に今まあそこにあるようにやっぱ10億円以上の強化費を使えるようなクラブにまあ今なってるんで、まあ、これ簡単な話あの時例えばトヨタがいてトヨタを残すためにはやっぱりあのぐらいの費用を使わないと残せないわけですよ。もうあれでもし抜かれていたら他のチームに抜かれていたらおそらく残っていけない。ではまあ資金が大事だっていうのはまあプロのサッカーである以上、まあ、そういうところでもうはっきりと現れると思うんですね。まあ鳥栖さんは、まあ、あんだけ使ってても2、3億円赤字は出してるんですけど、まあ、それでも多分資本にゆとりがあるのでクラブライセンスには、まあ、すぐに影響するようなことではないだと思います。まあ、さっき途中でスタジアムの話しましたけど、まあ、ここで言うとちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まあ、鳥栖が例えば19億円の収入に対して12億円使って、なんでコンサドーレは20億の収入に対して9億円かっていうことですけど、やっぱりスタジアムの使用料とか試合運営経費はやっぱ2億円ぐらいの差にはなってしまっているので、まあ、さっきのスタジアムの話のところで少しリンクしますけど、まあ、その辺ももし理想的なものができると今の状況でも強化費に、まあ、1億、2億回すようなことはできるかなとちょっとこう話はそれましたけどね。じゃあクラブこう理想をこう現実にするためにはどういうことをするかっていうことを話しますけど、